なにこれ、階段がもはや。どこにあんの。泣くね。あるこれ。取れてる。もうちょいですね。もうちょいです。もうちょい先です。あと50キロぐらいかな。ちょっとビデオカメラのバッテリーがもうねえや。いや、誰か歩いてる。誰が行くんだこんなとこ。まだ。どこ？どっち？こっちだね。これ橋のあったんじゃない？これほら。ね。どっちにあるの？方角的に。いや、この道だよ。この道まっすぐ。だから多分これ土砂で埋まってるのが道かなって。方角的に。ちょっと遠く垂らせるな、スイッチ。そっからの音が。楽？こっちじゃないの？方角的に。まあ、ぐねぐねっと、もうすぐそこなんだよ。見えないよね。50メートルぐらい。ちょっと俺、偵察行ってくっか。大丈夫？あ、ある。あったあった。ここに階段がある。こっからこう、あった道になってる。ここそっちに歩いてった方がいいね。ここヒューって、ここ階段になってる。あ、建物見えてきた。建物見えてきたよ。これも建物の跡だ。すげえ。あったあった。ある。大丈夫。大変。あったよ。あった。
ました。きつい。やっぱり超綺麗。超綺麗。これは超レアだわ。どうさん、ごめんね。大丈夫。大丈夫。刺さって、すげえな。つるはしだ、つるはし。だるまあるよ。だるま。だるまがあります。何？表面塗ってあるの分かんないな。そこは詳しく見てないな。すげえよこれ。よくこんなとこあったな。こっちは何もない。抜けるかもしんねえから気をつけねえとな。ちょっとテンテン気をつけてよ。ドルさんは廃墟に慣れてるからあれだけど、俺とか全然素人だから。テンテンとか待って、ここ腐ってるとこはちょっと俺が。ここだったらバレねえよ。誰も来れねえよ。
老朽化とか、まあ、だろうね、そんな感じの老朽化、あ、ここなんか五条丁寧にコンクリートがトイレか、うわートイレも、トイレです、女子トイレでしょ、これが懐かしい作りだ、女子トイレは入りません、広いチャリじゃないんで、父さんそっち行った、うん、こっちの方がいいや、2階の方が、てんてんこっちだよ、何やってんだあいつ、てんてんどうしたの、こっちこっちおいで、こっちつながってくから、こっちもあんじゃん、すげえなこれ、鳥だ鳥、あ、大丈夫ですか、あれ浴場、女性の歯もドアがね、ねじ込んでたから、あ、男性が入る、男性よ、あ、小浴室って書いてある、お風呂、お風呂、小浴、やばいし、小浴なんです、小浴です、すげえ、ハイザル上はなんか浴室なの、うん、でかい、うちぶりだね、自分のとこはね、どうだろう、練り込んでて本当だ、
袋だ。露天風だね。やっぱりここ怖いな。すげえ怖いよここ。新スポじゃねえのここ。そんな感じがする。足気をつけてね、足元。そっちがなんか別棟があるの。うん、そこに建物があるし。入れるかな。コテージだ。すげえ、こっちの方が綺麗だな。くそ、スマホ忘れちった俺。写真を撮りたかったけどスマホ忘れちゃった。まあいいや。別棟っていうかなんか個室みたいな感じですね。コテージみたいなバンガロー。うわぁ、テカテカだった。あー、キリンビールの跡か。でここがトイレでしょ。いやー、見事、物の見事破壊されてる。あ、そりゃそうだね、自然の風化で。雲だ、でけえ。でかいね。なんか乗ってそうな。生きてるの。あれのガラスの向こうですね。うん、生きてるっぽいですね。なんかね。なんか肉肉しいですね。すごいね。すげえなここ。完全にでかいから閉ざされてんじゃんこれ、うん。変な怪人が住んでなくてよかった。ね、ここすげえな。もっと状態いい時に来たかったんだ。打ち明けてんのも。あー、狭め。あ、狭くねえ。なんか繋がってねえからめんどくせえな探索が。ここに身潜めてても分かんなくね。潜めてんの。え、潜めてんの。ここに身潜めててもさ、分かんないじゃん。どっちタイプのね。そうですね。いや、ここ最高だ、この廃墟。もうだって陣地未踏の地だからさ、うん、苦労して登ってきた甲斐があった。そうだね。すごいね。道だけ想像してた以上に。しょうがない。シティハンターとかのこう、ね、こういうやつでしょ。あるやつ、 風の対流作るやつ。そうなんですよね、これ。まさか同じっすね。あ、なにこれ。こっちはバラバラだ。ボロボロ。うわ、なんかこうさ、霊の出る噂ないのかな。綺麗だね。こっち綺麗ですか、うん、なんかお化け出そうだな、ここ、ね、あ、傘がある、ね、え、干してある。状態が綺麗だよ、これ。綺麗だね。でもサビサビだ、絵が、うん、結構綺麗だね、うん、多分今ここの宿泊棟にいるのかなって。ここプールなんかあったかな。いやー、もう埋もれてるでしょこれ。埋もれちゃってんだよ多分、ね、うん、すっげえやこれ。
うん、ところどころ綺麗だけど、これデストピアさんじゃ無理だな、これ、うん、革靴じゃ無理だこれなんで私を最近ちょいちょい私の名前出すんですかね総帥殿はモノマネばかりしていて怒られちゃう、本当にいやいやいや、帰りは怖いです。やばいよこれ。いやーこれまだあんま知られてねえでしょ。うん、だってたどり着きようがないもんこれ。なんかあった。開けたが入ってた。ああ、綺麗だけどね。まあ、全部同じ作り。きっと白装束の女がいるかと思った。した木の影だった。結構あるね。うん、それ俺ちょっと映せねえわ。あ、ごめんごめん。どれ？そっち側じゃない。ん？そっち側じゃない。うん。どれさん、どっから入った？こっち、ボロボロ。あ、すごい。この辺が危ないから、落ちる。あ、落ちる？うん、この辺ちょっと怪しい。ここら辺が中心。うん、ありますね、うん、ここがあったわ、もうやばい、来てます、うん、結構来てる、ここは、ほら、もうここ結構来てる、ほら、あ、やばいですね、これ、そうですね、やばいかも、ここはもうやばい、あ、もうダメダメダメ、うん、ここダメダメ、ダンボールあるの、いや、なんか今さ、木の陰から女が覗いてるように見えちゃって、ね、怖かった、今多分そしたら木だった犬獅子いないね、うん、糞があるんですよね、うん、あとね、なんか盛り上げんだよね、イノシシ、あ、ミミズとか食べるときにそれがないから、まあ、大丈夫ですね、ここはもうそのまま自然に帰るから、うん、まあ、こういう系はもう、ノー管理ですね、これ新品で、まあ、雨はしのげるって感じだね、いざって、うん、まあ、なんか山歩きしてる人とかここ迷い込みそうだけどね、なんかね、もうやめ、あの、あれ、隣の公園、うん、あえてちょっと今撮影中だから名前は出せないけど、うん、すっげえ、これを下ってったらやばそうだな、うん、そうだね、多分上手ですね、うん、あ、これうん、そうそうそうね、研修棟とかもあったから多分、うん、やーべえ、ここ、うん、これだってうちら今いるとこってとんでもないとこいいんですよ、普通に撮影してるけど、さあこれ帰り大変だな、これ帰りがやばいやだな、帰りジェットコースターで帰る、崩れてるし上、ゆっくり下るの、うん、まあ別に、わ、ちょっと待って待って待って、なぜここ崩れてるとこを歩こうとするの、熊出すがすげえな、こうやってさ、なんか心霊動画とかだとふわって窓から女が覗いてたりとかこう あるじゃん、そう、だから危ねえよ、だから危ねえよってどういうことだあれどうやって来たっけ、分かんなくなっちゃった、これ帰り道分かんなくなるぜこれ、唯一の救いは動物がいないという駆除してんだろうな今、
あれ？こっから降りれるのかこれ。いや、こっちから近道で降りれる。ほら。うん。わざわざなんか、館内通っていくよりも。いや、ここほらほらほら、そこエントランスほら。こっちエントランスに繋がってる。ほら。滑るからちょっと気をつけて。てか、トレッキングシューズ履いてくればよかった、俺。本当だよね。俺、いや持ってきてんだけど、もう早く入りたくてしょうがなくて、忘れちゃってさ。階段、まあ、そんな感じですかね。うっ、ちょっと待って待って待って、顔認識出た。え、ここに顔認識が出た。大きくいるのかな。いるんじゃない、ここ廃墟だから。いるよ。すごいね、あの近い。あ、てか近いって言えなくね。近かったよね。あ、従業員室かな。うわ、なんだこれ、従業員室は思えねえぞこれ。うわ、すげえ、やばい、地下怖い。こっちね、なんかボイラーとか。あ、地下はこう繋がってんのか。やだな、どっからでも入れんじゃんこれ。動物が、うん、いや動物がどっからでも入れる状況だからやだなって。こっちは何、あ、二段ベッドとかある。うわ、違うな、これ機械室だ。なんでもねえやこれ。うん、そうだね。あ、ここでキッチンでしょ。キッチン、うん、ちょっとここはぐちゃぐちゃで入れねえよ。広いな。危ねえ、これもう危ねえや、地下退避した方がいいかもしんねえ。もう歌崩れちゃってもほぼ、うん、お、こっち綺麗だ。うわ、うわ、すっげえ残留物が。うわ、ちょっと松田聖子とかある。うん、ここ、まあ、完全従業の詰め所、従業員の詰め所だねこれ。うん、なんだこれ。顔認識って当たり前か。うん、なんだ、なんだかよくわかんない。ザ。よし、か。もうここぐらいだな。この間も出よう。じゃねえと帰りが大変になっちゃう。こっち行ったってもう何もないから。ほら、地下ですよ。まあ怖えよ、ミシミシ。気をつけて、気をつけて戻ろう。そっち戻るんじゃなくて、完全に怖、ここでも本当怖いよここ、うん、
怖いわここ、うん、これはちょっと一人じゃ、うん、昼間だったらね、これはちょっと夜一人でって安全を考えたら、多分俺あそこの時点でもう多分下がってすいません、なんか帰りはちょっともういいかな、結構時刻をじゃあそんなわけで撮影を終わります。ご視聴ありがとうございました。しやす、じゃあまたね、バイバイ。